信濃。常連の私を待たせるなんて新人さんのくせにいい度胸じゃない。この大会に新人とか常連とかそんなこと関係あるのかしら。あなたはどう？この先に進む覚悟はできている？どんな相手が待っているかもわからないのに怖くはないの？覚悟ね、今さらあなたなんかに言われるまでもないわ。覚悟ならできてる。だって私常連ですもの。口で言っても無駄なようね。ここで私に負けておく方があなたの身のためよ。ご冗談、それはこっちのセリフよ。勝負あったわね。それじゃあさよなら新人さん。最後の忠告よ、命が惜しければ今すぐ帰りなさい。あなたが何を知ってるのか私にはわからないけど、忍びが死を恐れたらそれはもう忍びじゃないわ。わかってないわね、あなた。一体何が待っているのかと思えば随分と静かじゃない。ここが決勝戦のステージなわけ？その通り。ここが最後の舞台だ。そして君の戦いもここで終わる。あなたが？ああ。君の対戦相手であると同時に、本大会の主催者でもある。クシエルを滑る闇の爪、ジバートマと見知りおいていただこう。クシエル？何よそれ。この星の闇を支配する秘密結社アデス。そのアデスが持つ無数のペルソナの一つと思ってもらいたい。はあ、なるほどね。彼女がいろいろと言ってた意味がなんとなくわかったわ。何が分かったのかな。あなたがろくでもない人間だってことくらいはね。一体何のためにこの大会を開いたの？強靭な肉体を持つ格闘家を集めるためと言っておく。無論君が魅力的な女性だからといって、その例外では。さあ、その肉体を我々に委ねたまえ。あらやだ、初対面のレディーに向かって大胆発言ね。でもおあいにく様、あなたみたいな男タイプじゃないの。あらあら、かっこ悪いわね主催者さん。なるほど、君の強さは認めよう。今日のところは私の負けだ。今日のところはって二度目があると思ってるの？ちょっと甘いんじゃない？いずれ君もその事実に恐怖することになるだろう。我々は不滅なのだよ。消えちゃった？嘘！やだ、ちょっと冗談じゃないわ。賞金はどうなってんのよ、もう。
行かって思ってたのに。っていうか、そもそもどうしてアンディがいないのよ。自分を見つめ直すだかなんだか知らないけど、こういう時くらい山を降りてきたっていいんじゃないの。それともこのまま仙人にでもなるつもりなのかしら。そう言ってるうちに、なんだかだんだん本気で腹が立ってきたわ。もう何もかもがアンディのせいって感じ。わけのわからないやつが出てくるのも、そいつがいきなり消えちゃったのも、それに賞金が1円ももらえなかったってことも、全部アンディが悪いのよ。あったまきた。こうなったら次の大会は何が何でもアンディと一緒に出場してやるわ。今すぐ乗り込んでってイエスって言うまで離れないんだから。女は怖いぜ、まったく。アンディが心配するのもわからないじゃないが、わざわざ様子を見に来ることなかったな。あれは塩らしく男に守られるような女じゃない。苦労するぜアンディ。